大家好，大家好，我是咪咪咪咪です。今日は中国語のこんにちはの使い方について動画をシェアしたいと思います。でですね、今日は動画の具体的な説明に入る前にですね、ちょっと皆様にお話をしておこうかなと思うことが一つあります。今までもいろんな動画、まあ、例えば単語の覚え方とか数字のジェスチャーとか、あと、そう、あとなんだっけ、精神の使い方、人生の使い方、元気だよっていう言い方を動画でアップしてきたと思うんですけど、動画を作成する前に私は自分だけの感覚や意見だけじゃなくて、いろんな人、もちろんネイティブのいろんな友達に、私はこう思うんだけどどう思うって、こういうふうに使うかなって、こういうふうに考えるんだけど合ってるかなっていうのを、いろんな、できるだけいろんな方に聞いて、そして整理して、それから皆さんにお伝えするようにしています。私はネイティブではないんですけれども、日本人なりの視点で中国語を見て、でどういうふうにしたらもっと皆さんが分かりやすいかな、どういうふうにしたらもっと効率よく勉強できるかなってことを考えて、自分の中でいろいろ整理してお伝えできるように、これからも動画をアップしていければと思います。なので、生きた中国語を皆さんに使っていただけるように、これからもいろいろ頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、というわけで、前置きが長くなりましたけれども、今日はこんにちは、ニハオの言い方について動画をシェアしたいと思います。中国語も日本語と同じように、1日の中で時間帯によってこんにちはの言い方を使い分けます。でもですね、日本語よりも若干その区分が細かいです。で、朝はですね、例えば出勤した時には同僚なり、まあ、上司なりに早上好というふうに伝えます。早上好、早上好、早上好です。そして昨日ですね、友達とちょっといろいろ話し合ったんですけど、上好という言葉、これもないわけじゃないんですけれども、じゃあ使うかって言ったら、確かに使わないよねっていう結論に至りました。っていうのは、ザオシャンハオでいいんじゃないっていうことになって、わざわざシャンウハオは使わないよねっていうふうになりました。そう、例えば9時とか10時とかだったらザオシャンハオでいいし、でそんなうだうだしてるうちに11時になって、だって11時だったらもうニハオでいいような気がするよねっていうふうになりました。そしてジョンウハオもこの言葉はないわけではないんですけれども、使うシチュエーションはかなり限られてくるなというふうに思います。というのは、本当にもうジョンウハオだと12時とかも本当1時ぐらいのその中で使うので、あんまり使わないかなというふうに思います。だったらもうニハオでいいような気がするよねっていうのは、ちょっと昨日友達と話してて一致した意見でした。なんですけれども、シャウハオは結構使うかなというふうに思います。例えばランチをして、でその後にもう午後一番で送るメールでシャウハオっていうふうに書いてメールを送ったり、で私もそういうメールをもらうことも結構あります。そして、夜は本当に簡単です。もう本当に、感覚としてはだいたいもう5時ぐらいから、5時6時ぐらいからもうワンシャンハオって、でもそれずっとワンシャンハオでいいと思います。でこのニーハオなんですけれども、より丁寧に自分よりも目上の人に言う際には、ニンハオ、ニンハオ、ニンという言葉を使います。例えば自分が先生で前にたくさん学生さんがいると、その時にダジャハオと言ったり、朝礼や会議の時にダジャハオと言ったりします。でこの時には、このダジャハオはもうそれは朝だろうが昼だろうが夜だろうが、みんなに対して発信する時にはこのダジャハオで大丈夫です。これは時間帯を気にしなくても大丈夫です。今日は中国語でこんにちはの使い方について動画をシェアしてきました。ニハオ、ダジャハオ、ニンハオ、ザオシャンハオ、ジョンウハオはあまり言わないけど、シャウハオは言う、そしてワンシャンハオという感じで使います。皆さんも中国の方に会った時に元気にニハオ、ダジャハオと言って
ってみてはいかがでしょうか。那今天的话就到这吧。如果你喜欢我的视频，请给我赞。谢谢大家，再见，拜拜。